ようございます、はい、今日は今時刻は6時28分です。これから高速道路を使ってですね、1泊2日で新潟県にある津波三条市の背脂ラーメンをですね、食しに行ってみたいと思います。金曜日の6時半ということもあって、道はそこまでまだ混んでないです。ただ世間ではね、やっぱりお仕事中なので、あまりお仕事にこれから行かれる人たちの交通の邪魔には、通勤の邪魔にはならないような走りをしていきたいと思います。私はどちらかというと、あまり行きと同じの行きと帰りとですね、同じルートを使うというのがあんまり好きじゃないの で、今回も行きはこの関越自動車道の東松山インターから入るんですけど、帰りは、東北道のですね、西那須野の方からずっと回って、それで帰ってきたいなと思ってます。はい、おかげさまでなんとか赤城公園のサービスエリアに着きました。で、今日はですね、ルート的には朝、関越自動車道の、東松山インターチェンジから入りまして、ここから湯沢までまず高速道路を使って、あとは一般道を使って、燕三条の方に行きたいと思います。で、主な目的地は今回は、なんだっけな、燕三条にある甲州飯店っていう、背脂ラーメンを食べさせてくれるお店の方に、背脂ラーメンを食べに行ってみたいと思います。で、それ以外はですね、一応あの弥彦神社、弥彦とか確か言うと思うんですけど、弥彦神社とかっていう、天照大神のひ孫に当たる人がですね、祀られている神社の方にも、せっかくなんで、行ってみたいと思います。今ですね、前回ツーリングの時でもここのサービスエリアで、休んだんですけど、ですね、結構、様変わりしててですね、この今カメラを撮ってるところの土台の近くにもですね、いっぱいなんかセミの抜け殻が見えますかね。これセミの抜け殻がすごいんですよね。ほら、あ、セミ止まってる。ほら、セミ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 です。見えるかな。うわー、すごいね。ここでみんな脱皮してから行くんやね。ほら、あー、すごいわこれ。あ、そこら中にセミの抜け殻あるわ。で、まずちょっと休憩をしながらですね、ここで今回もまたそれなりの距離走るので、途中、走れるところは高速道路を使っていきたいなと思って、で、なんかツーリングパックとかなんとかっていうバイク用のですね、2日間で、
東北自動車道と関越自動車道の一部のところをですね、乗り降りし放題で3000円っていうなんか、パックがあるんで、そちらの方に申し込みを、この、サービスエリアでやっちゃいたいと思います。で、はい、今回申し込もうと思ってるのはツーリングプラン関越道東北道コースっていうあのプランなんですけど、こちら2日間、乗り放題で、3000円、二輪車の場合3000円で済みます。で、対応の区間はですね、そうですね、東京だとあきるの、圏央道のあきるののインターとか関越道の大泉のインター、あたりから乗ることが可能です。で、関越道はですね、北は沼田インターまでが有効区間で、東北道は西那須の塩原インターまでが、乗り降り自由なんですね。で、2日で3000円なんで、本当に途中で、ところどころ観光したいとかっていう人はなかなか便利なんじゃないかなと思います。はい。で、これ最初にいろいろと初めてやる人の場合は、ETC の移動機の番号とか、ETC カードの番号とかも登録しないといけないので、そちらの方はですね、事前にやっておくことをお勧めします。休憩も終わって、ラーメン屋さんが昼までしかやってないっていうので、これからラーメン屋さんに行きたいと思います。しかし暑い。バイクの気温計だと40度になってます。さあ、走ったら少し涼しくなるのかね。めっちゃ暑い。はい、頑張って行ってみましょう。さっきお店混んでたんで、最初の店入る前にはちょっと立ち寄れなかったんですけど、このお店の感じですね。さっきはもっと混んでたんですけど、今はもう全然空いてるんで、多分開店が11時なので11時をちょっと回って、そうだな、今何時だろう、12時過ぎぐらいに行くと、もしかしたら空いてるのかもしれないですね、平日なら。こんな感じです。今日はさっき大盛りの中華そばっていうのを食べました。で、個人的にはもうちょっと麺が硬い方がいいなと思ったんですけど、ただ玉ねぎもすごく美味しいし、まあテレビで言ってた通りで、とても何て言うんですか、背脂結構入ってるんですけど、多分スープに酢が入ってるんですかね、すごくあっさりしてて、全部飲み干しちゃいました。はい。で、
昼ごはん食べたところでですね、ちょっと三脚を床に置いた、時にですね、なんか三脚が壊れちゃって、やむを得ずちょっと、燕三条の中のホームセンターやら電気屋さんやらをいろいろ、カメラ屋さんとかをね回った挙句、なんとか上新さんでですね、まあ、それらしい、三脚が手に入ったので、これからですね、弥彦神社の方に向かって、弥彦神社で御朱印をいただくとともに、今日の宿の予約をどこか、まあ、断るところどこかでしたいと思います。はい、それではですね、これから弥彦神社の参道からずっと弥彦神社の方に向かっていきたいと思います。いや、本当に天気がいいってことはいい頃ですけど、暑いわ。バイクの温度計見ると今、気温は37度、たまらんですね。ああ、本当にいくらでも水分が入っていくって感じだな。うん、アールグレーティーがうまい。すごい、弥彦神社だ。さあ、大鳥居越えました。弥彦神社に着きました。疲れた。おい、おお、立派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 。弥彦神社ここの神社は通常の神社と違って、通常だと2礼、3拍手で拝んで1礼っていう流れなんですけど、ちょっと理由はよくわかんないんですけど、ここの神社は、2礼した後に4拍手するんですね。4拍手してで拝んだ後にもう1礼するっていうのが、なんかここの神社の拝み方だそうです。
ただきました。弥彦神社効果、はい、いただきました。はい、ホテル着きました。チェックインします。はい、いいですよ。はい。スカープレミアご朝食料金がありますので、はい、900円お願いいたします。クレジットカード大丈夫ですかね。クレジットカードお願いいたします。はい、これで。お預かりいたします。ってさ、一番いいとこだぜ。タン、タン、塩丸さん。いいじゃない。お、いいね。バチバチ。はい、着きました。こんな感じで。いいね。すげえ写真撮らせて大丈夫です。ありがとうございます。チャーシュー大盛り。すげえ、ありがとうございます。いただきましょうか。いただきます。ありがとうございます。すげえな、これ食い切れたな。僕実はさっき、あそこ、背脂ラーメンってあっちの、なんだっけ、ツバメの方有名じゃないですか。あれ食べてきたんですよ。そこでも大盛り食っちゃったんですけど、結構ね、うん、あれも白髪がすごい、白髪がすごいわ。はい、最初入る前の店の状態はちょっと取れなかったんですけど、今日の晩ご飯このお店で食べました。最初は青島食堂っていうところをホテルの人に勧められてきたんですけど、お店自体が7時に閉まっちゃってたんで、やむを得ず、インターネットで調べて、来たお店がこの太一ってお店です。なかなか、今はもう空いてるんですけど、8時までなんで、あと10分で閉まっちゃうんですけど、すごく美味しいお店でした。で、太一の餃子も有名だったんで、もしかしたら餃子も食べればよかったかもしれないですね。今日は、生姜の醤油を食べたんですけど、なかなか美味しくて、で、隣のおじさんが、おじさんって言っても俺よく若いんですけど、お兄ちゃんが食べてたのが、塩チャーシューだったんですけど、塩チャーシューもすごく生姜が効いて美味しかったそうです。なんで次回来た時には、機会があれば次は塩を食べてみたいなと思います。さあ、じゃあホテルに戻りたい。戻って今日はゆっくりのんびりして、明日のツーリングにまた備えたいと思います。以上です。